はいどうもアイリスラーメンの山口です。今回はリゼロメモリースノーでのお酒についてのちょっとした小ネタ動画になります。ネタバレを含みますのでご注意ください。ではやっていきます。スバルとラムが屋敷の掃除中に見つけたあのお酒、ラムの話によるとロズワールのおばあ様が酒豪だった、その頃からあったのではないかということが分かりました。なのでこのお酒はロズワールのおばあちゃんのものだと考えられます。ここからはアニメ勢にはかなりのネタバレになりますのでご注意ください。ロズワールは400年間自分の記憶や魂を子孫に転写しています。初代ロズワールはロズワール A メイザースです。名前のアルファベットが何代目かを表しています。ウェブ版では初代ロズワールもロズワール L メイザースですが、書籍版から変更になったものです。なので今のロズワールのおばあちゃんということは L の2つ前、つまり J、 ロズワール J メイザースのお酒だということが判明しました。実はロズワール J メイザースは書籍版の外伝に登場しています。ロズワール J メイザースはラムの話してた通り女性でした。なのでここがつながってきます。細かい設定があって面白いと思い動画にしました。他にもスバワール様像も何かありそうなので今後調べていこうかなと思います。ということで今回はメモリースノーでのお酒についてのちょっとした小ネタでした。お酒を飲んでいたエミリアとレム、めちゃくちゃ可愛かったです。それでは今日の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。アイリスラー。